岡田新監督を迎えた2023年シーズン。昨季のオフに阪神タイガースはカイル・ケラー以外の外国人選手と契約更改せず、血の入れ替えを行いました。優勝に向け大事なピースとなる外国人選手に関して、岡田監督は右打ちの外野手2人と先発投手救援投手1人ずつの獲得を目指していると公言していました。そんな中、獲得した選手の1人、マイナーリーグで活躍したノイジーでした。ノイジーはキャンプ中から調子が上がらず、シーズン開始後も打ったり打たなかったり物足りない印象でした。ところが徐々に調子を上げ、今では阪神の躍進に一役買っています。マートンの再来なるか、ノイジーの覚醒について検証していきたいと思います。メジャー球団にドラフト上位で入団、シェルドン・リン・ノイジー。1994年12月10日生まれ、28歳。内外野を守ることができる器用な選手で、2016年の MLB ドラフト2巡目全体58位でワシントンナショナルズから指名されプロ入り。その後はアスレチックスやドジャースなどのメジャーの複数球団に所属しプレーをしますが、メジャーでは目立った活躍はできず、しかし AAA では通算4年プレーしており、打率2割9分9厘、本塁打50本、 OPS8 割2分4厘という成績を残しています。特に2022年は出場試合数や打席数は少ないですが、打率3割9分8厘と高打率を記録しています。このような成績を見て、阪神球団は長距離砲としてではなく中距離砲、阪神で活躍したマット・マートンのような活躍を期待され獲得されました。真面目すぎる外国人選手。中距離砲と期待され来日したノイジーでしたが、沖縄キャンプ中に左腰の張りを訴え、故障組としての別メニュー調整と出鼻をくじかれます。別メニューで調整し、3月11日の日本ハムとのオープン戦に出場。2打数ノーヒットでしたが、チームメイトのプレーを見て感覚を取り戻したいと前向きに話しました。翌日の巨人戦、巨人赤星より129キロのスライダーを初安打となるフェンス直撃の二塁打を放つと、自打席でもヒットを放ちます。3月16日の DeNA 戦でも3試合連続安打を放つなど、岡田監督もにんまりの結果を残しています。その後はペースを落としますが、11試合37打席で打率2割6分5厘、本塁打ゼロでしたが、 OPS 7割7厘とまずまずの成績を残します。開幕カードとなった DeNA3連戦、3試合で14打数5安打を残し、阪神ファンを沸かせます。さらに4月12日13日の巨人戦で2試合連続の本塁打を放ち、ネットでもマートンが帰ってきた、いやバースの再来やと、ノイジーの活躍に大盛り上がりを見せます。ただ不安要素もないわけではありませんでした。ボールを見逃す際、首をかしげるシーンが多く見られました。つまりボール球と思って見逃した球がストライクとなっているということです。実際ノイジーもストライクゾーンに MLB と違いがあると日本とアメリカのストライクゾーンに対し違和感を語っていました。4月中旬頃までは打率3割台をキープしていましたが、4月後半に入りブレーキがかかります。ボール球と思って見送った球がストライクで見逃し三振、そんなシーンが見られるようになり、打率も2割5分前後まで低下。5月10日の試合ではスタメンから外れることとなります。そんな状況を見かねた岡田監督はノイジーに対し、完璧にしようとする、もうちょっと遊んだ方がええといった旨の岡田監督らしいアドバイスを送りました。ノイジーは非常に真面目な選手、ストライクゾーンの違いについて非常に考え込んでしまい、成績の低下につながっていたという岡田監督の考えがあってのアドバイスだったのでしょう。ノイジーは5月12日に打席での登場曲を変更。開幕からは尺八などの和楽器を使用し、和をイメージした楽曲であるナルトメインテーマを使用していましたが、妻であるケイデンス夫人が選曲したアメリカのアーティストモービーのフラワーに切り替え、
気分も一新し試合に取り組んでいきます。そしてノイジーにとって転機となる試合を迎えます。岡田監督の金言を得て打撃で守備で大活躍、強肩もえぐい。5月13日 DeNA 戦、ノイジーは3番レフトで出場。試合前、岡田監督からは練習のようにリラックスして打ての助言を受けていました。その助言の成果もあってか4打数2安打、来日最多の3打点で岡田監督の600勝達成に貢献することになります。またノイジーは来日初のヒーローにも選ばれました。ケイデンス夫人、4歳になる長男スローン君、まもなく6ヶ月になる次男ストラトン君が見守る中でのヒーローインタビューでは、タイガースファンズシェルドン・ノイジーと自己紹介すると、ありがとうございますと日本語で大歓声に感謝しました。この頃よりノイジーの表情には笑顔も時折見られるようになり、打席での様子も余裕が見られるようになったと感じました。そのまま好調の波に乗っていきたいノイジーは好調を維持していきます。特に印象的だったのは5月14日の DeNA 戦、4回の2アウト1、2塁で迎えた打席で、この日2本目となる安打を放ちますが、2塁走者であった西純也は3塁を回れず、ノイジーに対しヘルメットを取り笑顔で頭を下げます。それに応えるようにノイジーもこれまでに見たことのない笑顔で対応。日本での野球に、阪神タイガースという球団に慣れ親しんできているのだと感じる瞬間でした。この試合の後、ノイジーは野球ではリラックスして楽しんでプレーしなきゃいけないのに、自分の中で力みすぎていたところがある、監督の助言がすごく助かりましたと楽しむ野球を思い出すと同時に、指揮官への感謝の気持ちも忘れませんでした。またノイジーは守備においても素晴らしい姿勢をたびたび見せています。もともとメジャー AAA ではほとんどの試合で内野を守ることが多かったノイジー、守備職人のようなアクロバティックな守備をするタイプではなく、堅実な守備を披露していました。阪神では佐藤をサードに固定しているためレフトでの出場が続いていますが、フェンス際でのプレーや持ち前の強肩で何度もチームを救っています。岡田監督は、守備はいらんて、オフェンス言うたんやと冗談交じりに打撃に集中するように指示したようですが、ノイジー自身は打てない時は守備で貢献すると語ったそうです。外国人選手は打撃に目が行きがちですが、このように打撃に守備にと精一杯プレーをしてくれる外国人選手がいると大変心強く感じますし、チームとしても良い影響を与えますね。さらに5月18日中日戦、コースローイングで一塁から三塁を目指した細川をタッチアウトにし、中日サイドのボーンヘッドを呼ぶ形で失点を防ぎました。5月25日ヤクルト戦においても、8回表に近本が一時は勝ち越しとなるソロを放った直後の守備、3対2の8回裏、先頭並木のレフト前への浅い飛球をダイビングキャッチ、迷いは特になかった、しっかり取るだけだと思っていたとノイジーは振り返りました。岡田阪神の守り勝つ野球にぴったりのノイジー。5月26日甲子園での巨人戦、坂本勇人はレフトオーバーのタイムリーで二塁を狙いました。レフトノイジーは跳ね返った球を素手で掴むと、カットマンの木浪へ矢のような送球、木浪からセカンドの中野に渡り、坂本をアウトにしました。ネットでは、とんでもない鉄砲型、ノイジー見かけによらず動きがいいし肩も強いな、素手でボール掴んで振り向きざまドストライクのレーザービーム、甲子園フェンチョクで特に鈍足でもない選手を指してるの普通にやばいからな、取ってから投げるまで早すぎ、また助けられた、肩もマジでやばいけど今回のクッション処理完璧すぎた、坂本は悪くないと舌を巻くコメントで溢れました。このプレーで失点を1点で食い止め、7回の逆転につなげました。この試合阪神は2対1で守り勝ちました。ノイジーはこの試合4打数ノーヒットでしたが、守備で勝利に大貢献していたのでした。
外国人選手の活躍が優勝に直結する NPB。 近年鳴り物入りで入団したロサリオやロハスジュニアら外国人選手が活躍できず、あと一歩のところで優勝を逃しています。そんな中、今年はノイジーが3番にはまっています。このままコンスタントに安打を放ち、あれに貢献しそうです。最近の活躍がファンに評価されて、オールスターゲームファン投票でも外野手部門で3位に入っています。出場できるかもしれません。ノイジーは今季28歳と若いです。投手の例ですが、スアレスやピアース・ジョンソンなど NPB での活躍が評価され、アメリカンドリームをつかんだ選手もいます。まだまだシーズンは始まったばかり。外国人選手にとって文化の違いもあり、来日1年目は調整は難しいでしょう。しかし、真面目で勤勉なノイジーなら困難を乗り越えられるはずです。 MLB でも注目されるような活躍をしてもらい、阪神をアレに導いてもらいましょう。ノイジーの活躍はいかがでしたでしょうか。ノイジーが入団するとき、マートンに似たタイプと岡田監督は言っていましたが、ノイジーは安打と一生懸命な守備でチームに貢献するタイプですね。ノイジーや外国人選手に関するエピソード、ご感想がありましたら、コメント欄で教えてくださいね。この動画が面白いと思ったら、高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。動画作成の意欲が湧きます。今日も動画を見てくれてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。